金網金網は金属の洗剤を織り込んで網状とした金属製品。広い産業分野や家庭生活でも使用されている。日本において明治初期頃には使用され始め広く普及するようになった。柵のほか、ザル、焼肉、バーベキュー用の焼き網など身近な製品にも使われている。金網には使用目的により製作方法や仕上がりに多くの違いがある。 一般によく見られるものに以下がある。折り金網ごく一般的な金網。平折り、綾折り、平たたみ折り、トンキャップ折り、フラットトップ折りなど折り方や、使用目的によりいくつかの種類に分けられる。建物の外気を取り込む場合に、蚊やハエが侵入するのを防ぐ目的で使われる。網戸は金網でなく、プラスチック製の網である。 木工金網六角形に編んだもので、よく鳥小屋などに使われている。空調の分野において、ダクトの保温に使われる。グラスウールの固定に使われる。一般に、金網押さえといえば、木工となる。クリンプ金網バーベキュー網などに使われているもので、洗剤を波形に曲げて編んだもの。建物の空気を外から取り込む際に、ダクト内に鳥が入るのを防ぐ棒取り網としても、用いられる。 タフクリーンひし形の網目で構成されており、目詰まり防止などに効果がある。ワイヤーが交差する点がないため、表面が平らで抵抗が少なく摩耗しにくい特徴を持つ。パンチングメタルの調理ボールパンチングメタル金属の板に穴を開けて加工したスクリーンであり、高い耐久性を持つ。風量抑制、風速分布の均一化に用いられるほか、 光を透過させる目的でも用いられることがある。開口の程度は、開口穴の大きさと、その開口穴のピッチ、例えば2-4ピッチ -60 度などと呼ばれる、ウェッジワイヤースクリーンすべての接合部分が溶接によっているため、高い強度と軽量化を実現。あらゆるバリエーションに成形できるため、脱水器遠心分離機、移動用、スクリーン、 各種ストレーナーなど幅広い分野で使われている。ドマコンクリートを打つ場合の鉄筋の代用としても用いられる。その他、多くのメーカーによって様々金網が製作され、呼び方もまちまちのようである。金網は敷地の境界を示したり、侵入や脱走を防いで安全を確保したりする目的で対応される。 実験器具としての金網は、科学実験での加熱の際に三脚の上に乗せて、用いられる。中央の部分に円形に、難燃性の素材が貼られており、かつては石綿製が多かったが、石綿は人体に有害であるため、現在では、セラミック製のものが多くなっている。焼き物及び、グリルも参照古来、魚や餅を火の上に乗せて、焼くために、鉄球、または、鉄火と呼ばれる。 直火の上に設置し、串を渡すための金属が用いられてきた。焼き網は、これの代用品として利用された。焼くものによって、金網は使い分けられ、それぞれ魚網を、持ち網と呼ばれた。また、形状も、丸い形の網と、角形の網があった。日本では、多数の石を竹や金網で包んだ蛇加護が、河川の氾濫を防ぐ、護岸工事などに使われてきた。 この技術を応用して、ネパールにおいて、石積みの家屋を金網で折って、耐震補強する取り組みが進んでいる。その他の金網の目的としては、道路標識での逆光対策に、標識の白色部分をパンチングメタル加工として、標識背後からの逆光となる太陽光を透過させ、文字や矢印などの白色部分の表記を視認しやすくすることにも使われている。金網のスペックで、 メッシュという単位が使われることがある。このメッシュは1インチに網目がいくつあるかを表している。100メッシュといえば1インチ上に100の網目があることを指す。クリンプカナ網などの大きな開き目では線形と開き目で表される注釈出点。ありがとうございます。